なんか一通のちょっとお便りが来てまして、以前ですね、ちょっと参加してた人なのかわからないんですけど、俺50人クラフトに戻ってやってもええでみたいな感じのメッセージが来てまして、シーズン1で放火をしてバンされた人、傭兵か、傭兵バンしてたっけ、あ、バンしてなかったんですよ、バンしとこ、じゃあアッシュ来ました、なんかサーバーを落としたみたいな、あ、じゃあ空豆か、なんかサーバーを落とし、一気で放火をしてサーバーを落とした人から連絡が来てて、俺の復活が待ち遠しいならやったってもええでっていう感じの趣旨の内容が来てました。それに対してウルインクラフトでディスコードでちょっと検討委員会を立ち上げて、それについて知ってるかっていう情報はね、ちょっと仕入れようとしたら、ちょっととあるで匿名なんだけど、ちょっと読み上げるね。ちなみに赤ちゃんも忙しくと通話してるよ。ごめん、あの匿名なんだけど、これ。うん。誰かとは、誰が言ってたとは言わん。けど、誰が言ってたとは言わないけど、そういう風な垂れ込みがあった。赤ちゃんくんをさ、囲うメスガキってさ、無理でしょ、さすがに。ゲテ物食いすぎるでしょ。いや、ビッキー、GM ラインと、通話でね、エッチな通話したいって気持ちはちょっと俺わかる。俺も女だったら GM9 とかビッキーだったらエッチな通話したいなとか、チンコシャメ欲しいなって思ったりするかもしらん。けど赤ちゃんはないわ。さすがにきついもんがあるで。ということでですね、残念ながら参加はまた見送、どうする、見送りにする、議会で話す、ディスコードだけ入れずにサーバーだけ許可してみるか、一回議会で決めてほしいと思います。ノルノルさんが言ってるからそうするか。全員議会集合。あれイカをデルタ9キットじゃなくなってる、イカイカ、あれはあれよかったのにはい、じゃあちょっと議会で赤ちゃん参加、再参加に賛成の人は賛成をしてください、反対の人は反対をしてください、お願いします。賛成10票反対29票、賛成13票、反対30票であります。よって、赤ちゃんくん参加は否決されました。残念だったな。空気読めよー。じゃあ、ジャダムの責任で、じゃあ参加させます。参加していいよって言っとくね。多分次回ぐらいには来てくれるんじゃない？じゃあ、ジャダムの全責任で、参加させるということで、筋肉組かな？筋肉組の全責任かな？さあ、解散だ。解散解散いや、なんもないよ、なんでもない、なんでもない。くんさん、頼まれていたものできました。え、あ、ホテル蝶の舞、夜の蝶ってことっすね。アルバイト募集、高収入、要相談、あ、料金表、休憩3800円、宿泊3500円、安っ。あの、俺一回入ったことある、このレベルの渋谷のもうベッドだけみたいな、クソ古くて、本当入りたくな、本当はなんかヤバすぎると思ったけど、なんかお祭りの日、隅田川花火大会かなんかの日で、どこもラブホいっぱいで入ったことある、こういうところ。うわ、いいね、さなぎの間、幼虫の間、エロあー透けてるわけか。これどっちかっつうと、これなんかレンタルルームに近いかな、あの風俗の、あの風俗でお勤めの方とかは分かると思いますが、これは風俗のレンタルルームに近いような形な気がするんですけど、なんかこの感じ、もう少し狭ければレンタルルームですかね、これ。あ、わかる、こういうおばちゃんいる、こういうおばちゃんいる、こういう顔のおばちゃんだわ、わかる。402号室の方、お客さん見えてますとかって言って電話してくれるんだよな。よし、ちょっと風俗呼ぶときトレーニングしてみるか。情呼ぶときトレーニング、書き方条約な、海屋が利用するときのためのやつだね。海屋、まずこう、まずはサイトでチェックして、そのちゃんと呼べる場所かどうか確認すること、まず
このね、このホテルがこのエリア歌舞伎町何丁目か確認すると、2丁目だったら大丈夫、2丁目だったら大丈夫で、まず入ると、で入ると、で押すと、まずはね、あの休憩で押すと、押すと、でこの おばちゃんいるでしょ、おばちゃんにあの後で一人行きますとか、まあ、言わなくてもいいんだけど、まあ、でも一応言っといた方がいいね。そういうのダメなホテルもなくはないから、ほぼないけどね。まあで上に行きますと、でここだね、402号室の鍵をもらったと、でここにいると、で海谷くん電話プルプルプルって電話して、今かきかまちゃん空いてますかって、かまちゃんがいいんですけどって言って、 JK ロリッコクラブのかきかまちゃんいますかっていう風にして電話して、テルリフレ JK の子いませんか、それはちょっとまずいかも、それ派遣されないかもしれないね。でえ、まあ、待つと、で402号室ですって、まるまるホテルの超のマイホテルの402号室ですって言って、でまあ待つと、まあ、ちょっとベッドに座ってみたり、ちょっとこのお風呂を往復したりして、こうなんかちょっとそわそわすると、ちょっと先にちょっと洗ってみたりすると、ちょっと怖くなって先にちょっと洗ってみたりとかして、で待つと、でしたら最初電話かかってきて、プルプルプルって電話かかってきて、お連れ様一人見えてますって言って、でまあはい大丈夫ですって言って、でいよいよだね、いよいよ時が来ると、でコンコンってノックがします、で出ます、出てください。ノーチェンジノーチェンジノーチェンジ、ダメだよ、今の子じゃないとダメだよそれは、ダメダメダメ、ほらでカイカムちゃんだよ、チェンジダメね、あー多分中国の方なのか韓国の方か、シンと違う、最近スノーとか使ってるよ、最近みんなスノーとかアプリ使ってるよ、お兄さんかっこいいね、お兄さんとてもかっこいいね、お金最初ね、お兄さん初めてね、大丈夫ね任せるね。え、即、あ、即のお店なんだこれ、あー最初本当はお風呂なんだけど、即のお店もあるよね、あー、まあこういう感じだ、タオルで拭くね、テクはすごい、ここくっつくかなこれ、大丈夫かな、この講座めっちゃためになる。え、でしょ、怖いじゃんみんなも、あともう一個パターンがあるんよ、西斗くんやってみるか、でももう一個パターンがあって、もう電話したらね案内されることがあるんで、あのコマンドブロックの、あの建物って見えますかって言って、見えます、そしたらね、そこの通りまっすぐ行っていただいて、でちゃんと誘導されるんで、電話でまっすぐ行っていただいて、突き当たりを左に行ってもらって、でとんかつ新村が見えてくると思うんですけど、そこを左に行ってください、そこのレンタルルーム蝶の舞っていうのがレンタルルームなので、そこの201号室に入ってくださいみたいな、そういうパターンもあると、いろいろねパターンがあるので、皆さんもぜひこの動画ね、このカテゴリー教育だよな、これマジでやばいべ、すごい教育的カテゴリーだよね、今までの50人クラスで一番ためになる動画になるかもよこれ、トーマス来たのよかったな、わかんないけど香港の人とかなのかな、もしかしたらちょっと日本語できるみたいな、いいアドリブだったね。あ、そう、外での待ち合わせというやつもありますね。あの、僕はそれあんま趣味じゃないので、やらないんですけど。あのさ、あれ、エビフライ超わかる。これね、これね、エビフライめっちゃリアルだわ、これ。一人足りないね、これ。バダサいないね、これ。エビフライはすごいな。このままニート東京出れるね、これ完全に。これ絶対このままニート東京行けるよな、いいよねこれ、エビフライのさ、ヤンキーグループに絶対一人はいるさ、ちょっとなんかあの大柄な、なんか柔道やってそう枠みたいな、なんかなぜか絶対一人いない、なんかあの小柄なちょっとやばい、なんか実際ガチ一番やばいのはこいつみたいな感じ でちょっとなんかガタイやばい枠みたいな、たがだか昆布ガタガタ抜かすな。